皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。本日はライブ配信ダイジェスト第6弾でございます。今ですね、私サブチャンネルを開設しまして、そちらの方で、毎週木曜日のライブ配信を行っています。私の仕事の都合によってその曜日が変更することもあるんですが、引き続きですね、週1回のライブ配信そちらで継続して行ってますんで、今のところチャンネル登録者1000人目指して頑張ってます。そちらもぜひチャンネル登録していただけたらと思います。それでは行ってみましょう。値段半分ならタムロンでも製品のばらつきがどうなんですかね。型ボケとか聞きますし、うちの 09A09 未だにずっと使ってます。星に関して型ボケっていう人の特徴、ちょっと注意点なんですけど、地球って回転してるでしょ。北極星から、これ私の星空撮影塾とかにも散々書いてるんですけど、北極星から離れれば離れるほどその動きって大きくなるじゃないですか。で、広角レンズで例えば東を撮りましたとなると、南東を撮りましたか、南東を撮りましたってなると、地球の地面から35度傾いたところに北極星があります。90度傾いたところってのが一番、その地球は球体と考えるとここが一番星の動きが大きいエリアなんですよ。だから南東を撮った時に左の上の隅の星はそんなに動いたのに、こっちがめちゃめちゃ動いてるっていう現象が起こるんですよね。これ日周運動で地球の自転に関して動くんですよ。だからこれをキャンセルするためには赤道儀で追尾するしかないんですけど、固定撮影した時にこっちだけ流れるっていう人がいるんですよ。これは型ボケじゃないので要注意です。だから私、赤道儀なしでレンズの比較する時って必ず縦構図で撮るんですよ。横構図だとこっちとこっちで動きが違うんですけど、縦構図だとそれが狭まるじゃないですか。だから結構正当な評価ができるので、赤道儀追尾するときは正当なレンズの評価をしたいときは赤道儀で追尾しますけども、まあいろんな事情でね、赤道儀ちょっと設置する時間がなかったとかあるんで、そういうときは縦構図でやってますっていうのは注意ですね。大体でも肩ボケいってる人って大体それだよ。まあ本当に肩ボケしてるときもあるんだけど、はい、参考までに。はい、こっちのレンズで都内のビル群と月を大きく入れるには何ミリぐらいのレンズが必要なのでしょうか。はぁ、圧縮効果でやりたいってことだよね。作例見せましょうか。ちょっと待ってね。まずね、月を飛ばしたくない、それから月のクレーターを見せたいっていう風になると、だいたいね、50ミリ以上使った方がいいかなって感じになります。あとはその、過焦点距離だよね。その、昼間の風景の、その風景の建物から何メートル離れればいいのかっていう過焦点距離っていうのを調べた方がよくなるんですけど、例えばですよ。ちょっとデスクトップ共有しますよね。はい。例えば、この写真ですが、これ画像処理してるけどね、これ細い月です。細い月なんで露出ここまでかけれたんですけど、これがね、85mm、 これも 85mm だな。これ灯台ですね、 85mm。 だから 85mm でこういう大きさで撮れますよというのがまずございます。それからもっと大きく撮りたいなーと思ったら、なかなかこれ奥の深い撮影なんで、実体験してみないとやっぱり分かんないことのが多いんですけどね。これが35ミリだって、35ミリ、XD2 で35ミリだから50ミリかな。はい、50ミリでこのぐらいのものになります。で、これが200ミリですね。200ミリでこのぐらいの大きさ。これ私の自宅のベランダから撮ったんで、比較的この手前の風景が近いです。近いね。感覚的には、500ミリで
F5 だと2キロ離れなきゃいけないって感じですかね。2キロ離れないと月とその手前の風景に両方にピントが合わないっていうことになります。で、これパール富士ですよね。これは天体望遠鏡で撮ったんですけど、600ミリ F8 の天体望遠鏡で撮って、だ35ミリ換算、これ富士フィルムで撮ってるんで35ミリ換算、900ミリか。あ、今のこっちトリミングしてんな。こっちが元データかな。900ミリになります。富士山の測候所ですね。はい、900ミリ。ちょっと飛行機入った。という感じで撮れますね。で、ビルになると、ビルからどれだけ離れるかっていう話なんですけどね。あ、前、写真あるかな？写真あるかな？ああ、田中先生との Vlog、この間アップし、先週ぐらいにアップしたやつがあるんですけど、それは、だいぶ離れたところだったな。要は、ですね、ちょっと画面を戻しますね。要は、その、月の大きさは地球上のどこから見ても変わんないですけど、地上の風景ってのは離れれば離れれば小さくなるわけですよ。だから、そのビル群をどんだけ小さく見せたいかっていうことによりますね。で、焦点距離は、まあ、なるべく長いに越したことはないですね。長ければ長いほど、風景から離れれば離れるほど、その圧縮効果って言って、月がちょっと大きく見える。月が大きくなってるわけじゃなくて、月が大きく見えるってやつですね。手前にその大きさが比べる被写体が地上風景にあると、月が大きく見えるっていう圧縮効果が得られるので、それをどのぐらいが欲しいかなっていう感じです。で、それはね、やっぱり撮ってみないとわからないんですよね。その、建物の大きさにもよるし、距離にもよるし、で、焦点距離にもよって変わりますんで、初めての場合は、まあ、欲を言うと150、600とかね、150ミリちょっと長いな、70、300とか、そういうレンズで一回試してみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、こんなアドバイスで大丈夫でしょうか。イヤリング富士は何ミリで撮るのがベストですか？あ、イヤリング富士ね。イヤリング富士って、ちょっとわかんない方多いと思うんで、作例見せましょうか。はい。これね、イヤリング富士って。この横からピュッピュッって三日月がピュッピュッって出てきて、なんかイヤリングっぽく見えるのが、イヤリング富士っていう。これ細い月なんですけど、露出これ、何秒やったんだっけ？ちょっと忘れました。10分の1とかかな？感度12800なんですよね。で、10分の1ぐらい確か撮ってた記憶がありますけど、これがイヤリング富士っていうやつです。あ、これもそうか。これトリミング前ですね。はい。で、これはね、というか、何ミリからいいですかというよりもね、こういう望遠風景っていうのが、まあ、月をこのぐらいで見せたいってなると、やっぱね、最低900ミリですね。自分の感覚です、これ。自分の感覚、最低900ミリ。ね、あんまり短いと、こう、ドンピシャで、こう、当てたときに、ここはいいんだけど、こっちがやっぱね、構図的におろそかになるんですよ。だから、いらないスペースなんで、もっともっと拡大したいなっていう感じなんですよね。で、まあ、それが、やっぱりそれが気にならなくなるのが、やっぱ900ミリとかなんですよね。で、ここにちょっと左右出てますけど、こういうのが、こっち側に左右もちょっと出てればまだね、構図によっては面白いんですけど、だからわざと外すっていうこともあります。こっち側に突き落とすとかありますね。ちょっと失敗写真なんですけど、これそうですね。これ洞爺湖のティンザーホテルって山の上にあるホテルなんですけど、ここの月があって、でこいつがちょっと暗かったんですよ。深夜過ぎで全然光ってなくてですね。で、まあ、こういう感じで撮れたんですけど、これはわざと当てませんでした。これは、500ミリ、700ミリぐらいかな？なんですけど、わざと当てませんでした。当てちゃうと、他のスペースが気になるなと思ったんで、わざとこう並べようと思って。でもね、当てる方がこれ、簡単だね。こう並べる方が、ちょっとかすらせるとかの方が予測難しいです。難かった。という感じですね。なので、おすすめは、おのちさんすいませんね。おすすめは900ミリ。おすすめは900ミリです。なるべく長い方がいいね。その、まあ、500ミリとか600ミリとかに APS-C 用のレンズをつけるっていうのが一番手っ取り早いんですけど、高いじゃん。だから、
あの天体望遠鏡にみんな走るんですよ。安いし画質も良くなるからね。ただまあオートフォーカス効かないし手ブレ補正なんてないから本当に、星空専用みたいになっちゃうのがちょっとたまに傷なんですけど。